はい、この橋の皆さん、こんにちは。天然素材、自然素材の家づくりをしております。ベストアースネックスの吉本です。今日ですね、お客様の方からですね、工務店と大量生産が頼まれるハウスメーカーさん、どっちやろうか迷ってますみたいなことで言われたんですね。で、まあ、具体的に何ですかって言ったら、こういうことを言うたら、倒産とか値段のこと、保証のこと、あと技術のことをですね。で、今回はちょっと倒産のリスクということをお話したいと思うんですけども、まあ、倒産、ハウスメーカーさん、一流、のハウスメーカーさんと言われているところも、実は倒産の危機は何回もありまして、実際の倒産している会社もあります。あまりそんなわっと表には出ないんですけどね、実際経営陣がわっと変わってですね、破産管財人がどっと入ったという例もありました。多分皆さん知ってある、ハウスメーカーさんです。で、片山工務店ですけども、当然工務店も倒産するリスクはあります。特に人材不足ですね。倒産といったら解散といいますかね、そういったもうリスクを、同じようにリスクは あるということですね。ただ大手さんの場合は、ハウスメーカーさんの場合は、万が一倒産してもまた引き継ぐ会社があればですね、そのまま引き継いでくれるということがあります。で、工務店はそういうことは、倒産とかね、解散があった場合にそういう事例がないんですけども、引き継いでくれるってなかなかね、ないんですけども、ただ一つ言えることは、工務店というのは大体地域 の職人さんを使ってます。僕たちやったら立東やったら立東周辺の職人さんですね。で、使っている材料もいわゆる、ウッドワンさんとかですね、地域の木を使ったりとか、で、サッシはバイケイケイさんとか、リクシルさんとか、そういうなんですんで、いわゆる万が一僕らがなくなっても部材はいくらでも手に入るし、それを作っている職人さんは周りにいるということなんですね。ですので、万が一私たちがなくなったと、どこか行ったとしても、またその近くの地域の工務店さんに言えば同じようにメンテナンスができるということなんです。ですので、そんなにこの倒産したらどうなんやろうとかいうリスクはそんなにはないんかなと私個人的には思いますが、皆さんどう思われるでしょうかね。あとね、またこの3つのことをね、順次、ご説明したいと思いますので、またできたい、よかったらまた見てください。では、よろしくお願いします。